ええ。野営は常に危険と隣り合わせだ。周囲の警戒を怠ってはならない。危険を感じたらすぐに対処する必要がある。自分の身は自分で守る、それが鉄則だ。罠だ。恐ろしい罠だ。罠の餌も用意しておこう。ま、敵を一網打尽にする準備は整った。これはブッシュクラフトやな。え？うせやん。野生のガンダムやん。野営は常に危険と隣り合わせだ。うせやん。野犬やんか。野営怖。喉かいたな。よっしゃ、完成。来た。コップ忘れた。おい、これはブッシュクラフトやな。
ブッシュクラフトやな。今回はいろいろなタープの貼り方がある中でも一番お気に入りのこれをチョイス。焚き火台の前にはリフレクターをクラフト。かっこよすぎるよこれ。木でクラフトしたトライポッドは男前な雰囲気を演出してくれる。これはブッシュクラフトやな。反対側にもトライポッドを作り浄水器を吊るす。浄水器は荷物を減らす際のマストアイテムなので重宝している。ブッシュクラフトやな。持ってきたギアも並べ終わったのであとはゆっくりと静かを楽しむだけだ。ブッシュクラフトやな。そこら辺の葉っぱの上に魚かなんかの刺身をそれっぽく並べるだけでどういうことなんでしょう。ブッシュクラフトやな。モンスターテイマー、手名付けるものとして彼は魔界の番犬ケルベロスや弾丸の巨人サイクロプスさえ赤子のように飼いならしてしまうのだ。おい、おう、まっ、おう、これはブッシュクラフトやな。
このチャンネルが面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく頼むぜ。